普通うどんって言ったらもちろん白いうどんどなたも想像されると思うんですけど、結局コシとツルツルとした喉越しっていうんですかね、あれがもうズバリうどんやなって、日本の方やったら、まあ、どこの方でもうどんっていうものはそういうもんやって想像される。で無意識のうちにそういったものを求めてはると思うんですけど、自分たちがこの古代小麦のうどんを通して伝えたいっていうのは、そことは違ううどんの美味しさ、本当にズバリ素材の美味しさを伝えるうどんなんですね。店としても新しい味っていうのを探してたし、お客さんからもそれを求められてるっていうのを、まあ、日々の営業の中で、やっぱり感じることが多かった。それがあるからこそ、この新しい味、新しい素材っていうものを求める過程で本当にたまたま古代小麦のっていうものに出会ったし、またそれが、ね、お隣の滋賀、車で行ってで1時間半もかからないですよね。ああいうところにその第一人者の方が住んでおられて、なかなかそういう方とお出会いするって本当に、まあ、自分たちとしても本当に偶然というか、もう奇跡やなって。古代小麦っていうか、まあじゃあ、その中の一つリンケルなんですけど、まあ、歴史的に言うと、ヨーロッパの青銅器時代にはスイスにすでにあったという。で一番新しい青銅器時代考えてもまあまあ3000年弱あると、長ければ5000年みたいな、5000年近くっていう、まあ日本の学者さんがちゃんと調べてもう論文になってる。だからそういう意味で、古代小麦っていうその要はリンケルにすればそれぐらいから要は出てきた品種だと。持ってる能力、作った時にこれが必要だっていうものはそのまま維持したまま時代ともに変化をしてる。よく皆さん勘違いされるのは古代穀物だっていうから、じゃあ2000年前3000年前のと同じものだってよくおっしゃるんですけど、それは間違いで、そんなのないです必ず変化していってる。なんでこの古代小麦の栽培をしたいなって思ったんですかってお聞きしたことがあったんです。でその時にいろんなデータというか、いわゆる古代小麦の良さとかについて語られる時に、繊維質があるとか、ミネラルが多いとか、その栄養価が非常に高い。でまた小麦アレルギーの方なんかにもアレルギー反応が出にくい、変な品種改良されてないからみたいなことでおっしゃってたんですけど、でもそういう栄養価のとか効能的なことよりも単純に美味しかったからっておっしゃったんですよ。ああそこなんやって思って、でそこで本当に自分が古代小麦に本当の意味で関心を持ったのがなんかその瞬間やったんちゃうかなって思うんですね。古代小麦健康的なんだねみたいな、まあまあまあそれもあるよね。でも根本は美味しいから僕は作り出したし続けてるし、はい、これが精進だしです。精進だしっていうのは植物性のベジタリアンのだしですので。黒が黒いのは全粒粉。100%です。一般のお客様には食べてもらう機会まだ持ってないんで、結構いろんな意味で挑戦だとは思うんですけど、もうこういうものを出していくっていうのが一つのまあ決意表明でもあるかなと。職人が本当に頑張ってくれたとしか言いようがなくって、もともとご存知のようにピザ、パン、クッキーとかそういうハード系といいますか焼くお料理で使われている小麦やったんで、なかなかそれを麺にするっていう発想自体があるようでなかった、なかったんやと思うんです。それはねよそでやってないっていうのが事実としてあるんで、個人個人で、楽しみでやってはる方はいらっしゃると思うんですけど、商売としてやってはる方って、自分は知らないですし、その中でせっかく自分らがうどん屋なんやからそれが麺にできたらいいよなっていうのが本当にあったんですけど、実際、うちの職人が本当にもうね月並みな言い方ですけど試行錯誤を重ねて、何度も何度も実験のレベルでやってたんですけども、それを重ねる中で、この塩梅やったらええんちゃうかと、この配合やったらええんちゃうかというので、出来上がったのが、今回のうどんだと思うんです。普段うどんでもパンでもそういう小麦を使った食品を食べる時に、そこまでその素材の美味しさっていうのをなんか噛みしめるようなことってあんまりないなって、あまりにも小麦っていうのが日常的すぎてそれに慣れすぎてた自分たちっていうのがいるかと思うんですけど、でもこの古代小麦っていうものを食べた時に色もそうですし香りもやっぱり全然違うんですよ。で普通麺ってこうすするで喉でねうどんなんて噛むような食べ物やと思うんですけど、明らかにそういう食べ方じゃなくって、ここの口の中で一回やっぱり止めてちゃんと味わいたいって思えるようなうどんやったんで。なんかそういうそこをねしっかりと伝えれたらなと思うんですけど、でもあんまりそれをいくら口でこう言ったところで食べてもらわんと分からへんというか、食べてぜひ実感していただきたいっていうのが本音ですね。なんかそれ以上なかなか言いようがないっていうのが申し訳ないです。すみません。最初はやっぱり香りを試すんやったら新しい麺スタイル、新しい麺、でも私好き、美味しい、これ一緒に食べないともったいない、一緒にめ食べてみて。なんかむちゃくちゃうまなんで、急に。ちょっと待ってね。香りも。もう本当に簡単じゃないんですよ。多分これから言うことって一番多分厳しいこと言うと思うんですけど、続けてほしい。もうそこだけですね。もう続けていく。多分そのことは多分おめえさんも。もう何年も3代で、要は京都で老舗っていう枠には入らないかもしれないですけど、やはり認知度も高いですし、はい、ニューヨークの店なんて40周年っていうぐらいのやっぱりこう格式を持たれてるわけですから、いろいろもちろんそんな簡単なこととしては考えられてないとは思うんですけど、はい、こう。原料を供給する立場としては、もう少しでもいいから、やっぱり別におめえさんの麺のじゃあ1割 5%、ね、1% でも構わない商品として使い続けていただけたら一番ありがたいかなっていう。今まで麺うどんっていう形で世の中にそんなに発表されてこなかったっていう、まさにこれをうどんの古代小麦のうどんのプロトタイプになっちゃうかなとも思いますし、当然、お店で出していく中ででも毎日毎日試行錯誤これからも続けていくと思うんで、おそらく1年後は、今お出ししてるうどんとは少し形が変わってるんじゃないかなと思いますし、また変わってなければいけないなとも思うんですね。